環境課から皆様にお願いがあります。こちらの植物をご覧ください。川沿いや農地などいろいろなところで見かける植物だと思います。こちらの植物の名前はアレチウリと言います。漢字で表すと荒れた土地でも繁殖するウリと書きます。アレチウリは一度定着すると強靭な繁殖力で、鶴のように巻きつきながら他の植物を覆い尽くして枯死させてしまうことから、平成18年に特定外来生物に指定されました。特定外来生物とは、生態系などに被害を及ぼす恐れがあるとして外来生物法によって指定された海外起源の外来種で、飼育・栽培などこれらのことが禁止されています。アレチウリは5月頃から発芽し、10メートル以上に成長することがあります。8月頃からは白く小さい花を咲かせます。そして9月頃から種子の入っている果実を実らせます。この果実には鋭いトゲがあります。一つのアレチウリから種子が5000個生まれることもあり、種子は翌年にすべて発芽せず、土に埋まったものが2、3年後に発芽することもあります。このまま放っておくと川に種子が流れ、下流地域に広まる、また人によって種子が運ばれ山の高山植物に悪影響を及ぼす恐れなどがあると考えられます。皆様にお願いです。アレチウリを見つけたら6月頃のできるだけ小さいうちに、そして種子をつける前の抜き取りをし、燃えるゴミで出してください。取る際は軍手ですとトゲがつくため、ビニール手袋が良いです。茅野市の豊かな生態系を守るために皆様のご協力をお願いいたします。